いつも楽しく見ています。筋トレ前後のストレッチについて。動的、静的、どちらが適切でしょうかと。これはね、本来であれば、トレーニング前は動的ストレッチ。あの、サッカーの選手とかよく、こう、走りながらというか、スキップとかしながらやってるでしょ。ああいうのが、要するにトレーニング前には効果があるとで。トレーニングは静的でもいいですよということなんだけど、俺は、結構トレーニング前も、静的なストレッチをやるのが好き。 というかあの人によってはただこれ性的なストレッチをやるあ,のあんまり無理やりやる性的なストレッチ本当は無理やりやるもんじゃないんだけども無理やりやると怪我をしやすくなる可能性もあるからこれはまあ,あのここに書いてあるとり好き嫌いもあると思うんだけど俺は両方やるあの前後性的ストレッチをやると。